お腹が気になるよって方、今回はあぐら足でシットアップをすることでお腹に2倍効いてへこませるスピードがすごく上がるんです。メジャーを持ってる方はウエスト、おへその下ぐらいを測ってですね、今回の腹筋を1週間続けてみてください。経過は YouTube のコメントでお待ちしてます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、あぐら足をした状態でシットアップすると実は簡単にお腹に効くんです。今回たったの6回腹筋やっていくんですけども、股関節のストレッチを10秒、その後に腹筋6回、3セット一緒に頑張ってやっていきましょう。今回3セットしっかり行うことでお腹がもう翌日からへこんできます。ほんまかいなーって思ってる方はですね、ウエストを測ってください。これが答えを出してくれます。あぐらを組むことによって実は腹筋に効くんですけども、なぜ腹筋に効くのかっていうのは、あぐらを組んでる足のお尻に力が入りやすいです。お尻に力が入るってことはお腹を締める、骨盤を立てることができてますから、すごくお腹に力が入りやすいんです。腹筋はとにかくお腹に力を入れて行わなければ効きにくいですから、その意識っていうのがあぐらを組むことによって簡単にできます。ただあぐらを組んでるだけではダメなので、必ず最後まで説明を聞いて一緒に実践しましょう。今回スマホを持ったままできるメニューですので安心してください。それではまずあぐらのストレッチをしていきます。足の裏を合わせてスマホを持ったまま足をですね、パタパタ動かしてください。もし硬い方は足を少し前に出して、柔らかい方は手前にしっかり近づけて、股関節の力をね、抜く感じで10秒間足を動かしてください。いきます。こういう感じです。スマホを見ながら股関節をリラックスしてください。はい、 OK です。それではあぐらシットアップを行っていきます。スマホを見ながらしてください。まず右足であぐらを組みましょう。足に乗せる位置はあまり奥に行かずに、足首がももの上です。膝は90度ぐらいに曲げます。この時に上の足でしっかり股関節を開く感じにします。そうすると右のお尻が硬くなっていると思います。お尻を硬くした状態でスマホを持って、足を押さえながら上体をぐーっと起こして、ここで10秒間キープです。息を10秒吐き続けたら戻ります。手の位置で負荷が変わりますので、辛い方は手を前に、楽だと思う方は手を手前にして上体を起こします。息を吐き続けてお腹をどんどんへこませます。各足3回計6回を3セットです。それでは行きます。息しっかり吸って吐きます。スタート。1、2、3、4、しっかり足を押さえて、6、7、8、9、10、吸って吐く。はい、1、2、3、4、5、6、できるだけ起きて、7、8、9、10。はい、ラスト、スタート。1、2、3、4、お尻硬くなってますか。6、7、8、9、10。 OK、 足変えます。いきます。吸って吐く、スタート。1、2、3、4、頑張って。5、6、7、8、9、10。吸って起きて、1、2、3、4、頑張ってます。いいですよ。7、8、9、10。はい、吸って吐く、ラスト。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 10秒休んで2セット目です。お腹効いてますでしょうか。お腹が熱くなってれば OK です。プルプルしてれば効いてます。あと2セット頑張っていきましょう。いきます。吸って起きて、
スタート。1、2、3、4、5、6、しっかり足で押さえて。8、9、10。はい、吸って吐く。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、吸って吐く。1、2、3。きついけど頑張って。5、6、7、8、9、10。 OK。 反対いきます。お腹がきつい、お腹へこんできますから頑張りましょう。いきます、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、吸ってスタート。1、2、3、4、5、6、7、頑張ってますか。9、10。はい、ラスト、吸って吐く。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おー、効いてる効いてる。さあ皆さん、ラスト3セット目頑張っていきましょう。最後しっかりお腹を引っ込めて起き上がって腹筋使い切りましょう。最後いきましょう、頑張って。さあいきます、スタート。はい、起きて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、吸って起きて。1、2、3。きつい。4、5。お腹に効いてる。7、8、9、10。はい、ラスト、吸って。はい、起きる。1、2、3、4、5、6。うっ、足変えて。さあラスト、ラスト3回頑張りましょう。いきます、せーの、はい、息吐いて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おい、ラスト、最後しっかり息吐いていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あーあー、待って、腹筋行かないで、腹筋。ああ、お腹が痛い、行かないで腹筋。帰ってきて。あ、キューってなってましたね今。腹筋がキューってなった方、コメントで感想を教えてください。皆さん、お疲れ様でした。これを毎日やりながらウエストを測ってみてください。息はしっかり吐けば吐くほど腹横筋がついてお腹へっこんできますから、息が止まってキープはダメです。息を吐き続けてください。辛くても息止めちゃダメです。吐き続けてください。そのように行っていくことでお腹が引っ込んできます。今回のあぐら足シットアップ、何度もやってください。目標は1週間毎日です。説明欄に時間貼ってますので、そこからピット押してもらったらスタートできますね。ぜひ継続してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。グッドボタン、コメント、動画のシェアの方もよろしくお願いいたします。